今回は S15 シルビアに OSD 兼デュアルコア LSD を組み付けます。そもそも LSD とはリミテッドスリップデフの略です。 FF 車、FR 車、4WD と駆動方式により特性が変化します。 LSD にはいろんなものがあり、 S15 シルビアのノーマルにはオープンデフ、ヘリカルデフがあります。その他の LSD です。今回取り付ける機械式 LSD に大きく分けて3種類あります。ワンウェイ、1.5ウェイ、ツーウェイタイプです。ワンウェイタイプはアクセルオン時に作動する LSD です。 1.5ウェイタイプはアクセルオン時に作動し、アクセルオフでもマイルドに LSD 効果があります。ツーウェイタイプはアクセルオンオフの両方で LSD 効果があります。最近の車では電子制御介入のためワンウェイ LSD を組むこともあります。フロントエンジン、リア駆動なので FR 車になります。デフオイルを抜きます。ABS センサーを外します。バール等でペラ車をロックしてナットを緩めます。持っていない場合はサイドブレーキでロックでも。サイドフランジを左右ともネジを緩めます。邪魔なのでマフラーも外しましたら、マフラーガスケットが入ってなかったです。ネジの固着でバーナーで温めて緩めました。マフラーがないのでアクセスが簡単に。機械式が入っていないので、このように片側しか回りません。ここにブローバイホースがあるのでお忘れなく。こちら側にはナットが2個あります。スタビが邪魔なので外すと作業が楽になります。びっくりするくらい緩みません。
も方向も間違いがないように。左からベアリングレース、薄いシム、厚いシムの順です。こちらは薄いシムのみ。鉄のハンマーですとフランジが歪んでしまいます。銅ハンマーで叩いています。左右どちらか分かるようにマーキングします。このネジロックはしっかりと取る必要があります。オイルを取り除き清掃中。このネジロックを取らないと組み付け時にしっかりと締め付けることができません。こちらが OSD 券、ビュアルコア LSD、 テクニカルショップですと意味のわかる数字が記載されています。 OSD 券のデュアルコア LSD の人気の秘訣は、基本的にチャタリングオン出しません。その理由としてデフ内部にスプリングが内蔵されており、常にプレッシャーリングを閉じる方向となっており、スプリングの設定荷重を超えない場合は純正のデフのようなスムーズなコーナーリングが可能です。アクセルを踏み込み、左右の駆動トルクの差がデフ内部のスプリングの設定値を超えると、プレッシャーリングが外側に動くことでデフがロックされて、エンジントルクが左右車軸に均等に伝達されます。この LSD は大変スムーズにデフが効くので、街乗りでは純正のように乗れて、サーキット走行ではしっかりとデフが 100% ロックしてくれます。普段はデフが効いていないので、ディスクの摩耗も減りにくく、デフが効いてるときは 100% ロックしてるので、ディスクが滑っていませんので減らない状態になります。ディスクが滑らないということは、摩耗もしませんし、デフの油温も上昇しにくく、鉄粉も出にくいと考えられます。ディスクが減りにくければ、オーバーホールサイクルも飛躍的に伸びます。こちらが清掃されたリングギア。歯の痛みもチェックします。温めて金属を熱膨張させます。リングギアボルトを清掃、脱脂します。使用してベアリングを入れます。日産の指定するネジロックを塗布。
書参照177から196ニュートンメートル。対角線に数回に分けて締め付け、ついてた霜を測定します。傷つけないようにプラハンで。真鍮棒で仕上げ。しっかりと入りました。キャップをつける際に奥をエアブローします。40から58ニュートンメートル。ベアリングを落ち着かせるため、回転させて違和感がないかチェックします。S15 シルビア、スペック R、 ファイナルは 3.692、 ファインピッチになります。バックラッシュは 0.10、 0.15、 刃あたりも確認します。マーキングも間違いありません。40から49ニュートンメートル。ちょうど良いサイズのレースがあったので、それでオイルシール交換。ノーマル時とは違い、左右とも同じように回転しています。USDオイルを注入します。機械式の LSD の慣らし運転は大切です。その理由として金属なので、馴染むまで鉄粉が出やすいからです。この鉄粉を除去してあげないと、その鉄粉のせいでイニシャルが上がったり、鉄粉がディスクを摩耗させるからです。機械式の LSD のオイル交換はそのようなことから重要なのです。そして約500キロの慣らし運転が終わったので、オイル交換です。まずはリフトアップし、オイル漏れなど異常がないかチェックします。鉄粉が少し出ています。鉄粉を取り除きます。 LSD オイルを約 1.3 リットル入れます。締めすぎて蓋を割らないように注意です。今回鉄粉の量の少なさはOS 技研さんの LSD の構造あっての結果だと思います。今回使用したドレンは ATS さんのネオジムドレンです。 DNR32GTR のフロントローターも持ち上げる磁力です。そもそも LSD をつけるとどんなメリットが
デメリットは、 LSD は大変高価なパーツです。デフオイル交換にも気を使います。 LSD によっては車庫入れが辛くなったりもします。 LSD を酷使して効きが弱くなってきたらオーバーホールが必要です。しかし OSD 検査の LSD はそのデメリットが少ないのが特徴です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。